薄雲が広がりながらも絶好の晴れ間に広がった淀川河川公園の豊里地区、2024年秋の G1 行事、いよいよ幕を開けます。例年は11月の第一日曜に行われてきた寺瀬日帰り祭り、8回目となる今回は10月に舞台を移して行われます。花火の方も今年はパワーアップして、さらに魅力ある花火が展開されるほか、朝早くからこのように飲食ブースの準備が進められていて、今回は豊里だけなくに対岸の大石橋にもキッチンカーが多く並ぶことになっています。一方で向かって右手の方にはこのようにオレンジの上り、協賛各社の企業名が書かれた上りが風に乗ってゆらゆらと揺れている風景が見られます。こちらがステージになります。現在スタッフの皆さんが集まって記念撮影が行われたところなんですが、このようにシートが敷かれているところが協賛席になっていて、こちらが有料席ということになります。そしてパイプ椅子が前に置かれているんですが、17時までは無料で自由席で見ることができるんですけれども、17時以降はライブが始まるとともに、こちらも観覧有料席ということになります。少し耳の方に届いているかと思うんですけれども、この曲が寺瀬日帰り祭りのテーマソングにもなっている文字通り寺瀬日帰り祭りという曲になります。足元ご覧のように芝生の方が長く生えていて、少し脇元を気にしながら行かなければならないというところにはなるんですけれども、午前中を中心に晴れ間が広がって暑くなる予想もあり、風の方も出ていてゆらゆらと、そしてその芝生からもゆらゆらと吹いている風景が見られます。今回スタッフの方々はこのようにオレンジとグリーンの T シャツを着ているんですが、オレンジが実行委員の方々、そしてグリーンの T シャツを着ているのがボランティアの方々ということになります。こちらが第8回寺瀬日帰り祭り豊里地区のステージで行われるプログラムとなります。晴れ女の中山ヒルのおかげでしょうか、すっきりとした秋晴れとなりました。はい、今年の日帰り祭りもコンテストをはじめとしたステージ、ゆるキャラフェス、食や遊びのブース、エコ灯籠、ライブ、そして会場の皆様全員でカウントダウンして打ち上げる花火、テラセ日帰り祭りのスタートです。
は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうね、息切れして、もうオープニングアクトが終わって、徐々に淀川河川公園到達地区、多くの方が訪れるようになっていきました。そしてもう早い段階からブースが大いに賑わっている風景が見られます。豊里大橋から渡って東に行ったところに淀川河川公園の大志橋地区があるんですが、そこで日本の食祭りということでキッチンカーが多く並んでいます。ステージカーが用意されて盛り上げるということになっています。まもなく10時50分になるというところですが、ステージではダンスコンテストの第1部がスタートするというところで、このように、まあ、17時からは協賛席の有料席になる現在の無料の自由席、席の方が埋め尽くされてきています。現在続々とダンスコンテストが続けられているステージ、そして周りにはこのようにブースが多く準備され、このようにたくさんの親子連れで賑わっている風景が見られます。この後大阪関西万博のキャラクターミャクミャクも登場し、そしてその後にはミニラインも予定されていて、19時からおよそ20分間の予定で花火が上がることになっています。